皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事はアニメ第2期についてです。それではどうぞ。19話、まずは少しだけ1期について。アニメの第1期で私が一番好きな回はやはり19話の日の神です。あの音楽とあのバトルシーンが違和感なくマッチしていたのには正直驚きました。まさか鬼滅の刃であれほどのクオリティのバトルが見れるとは思っても見なかったです。これだけのアニメを制作できる方たちは本当にすごいです。そしてこの日の神を見たからこそ第2期のバトルシーンがより楽しみになりました。どこまで、そもそもアニメの第2期ってどこまでの話になるのでしょうか。1期は7巻の途中で終わりそうですが、同じ流れでいくと2期は15巻のハンティング戦終了のあたりまでとなるのでしょうか。ただそれは2期も26話構成だったらの話です。もし2期が12から13話構成であれば、龍太郎戦で一度切って3期に突入というケースも考えられます。こればっかりは続報を待つしかありません。どちらにしても鬼滅の刃のアニメが打ち切りになるということは今の人気からしてなさそうです。アニメも前々から制作に入るでしょうし、先に人気だけ落ちるということも考えにくいですよね。それにしてもやはり19話の日の神は偉大でした。あれがあったからこそアニメ継続を確信できています。煉獄杏寿郎、今後のアニメの見どころについて。まずはやはり煉獄杏寿郎と赤座の戦いです。攻撃的な2人の激しいバトル、煉獄さんの炎の呼吸と赤座の血鬼術のぶつかり合い、どちらの技も見ものです。そして煉獄ルカの回想シーン、私も大好きな作中屈指の名シーンです。そして煉獄さんの最後、これは涙なしでは見られないでしょう。ここまでの話で一番感動できるシーンと言えるでしょう。遊郭編、煉獄さんの次は遊郭編に突入です。ここまでは間違いなく2期で放送されるでしょう。宇髄天元、炭治郎、善逸、伊之助が大活躍するファンの間でもかなりの人気を誇る遊郭編。恋夏花魁も意外に人気ですし、なんといっても上限の6であるガキと龍太郎もかなりの人気を誇っています。天元の嫁3人も登場が楽しみですよね。そして一番の注目ポイントはガキのひもパンです。というのは冗談で、やはりガキと龍太郎とのバトルはかなり熱いものになりそうです。根津子無双も楽しみですよね。ガキと龍太郎とのバトルは本当に見どころが多いのですが、遊郭編での一番の見せ場はやはりガキと龍太郎の過去でしょう。こんな過去を見せられたら鬼とはいえ好感を抱いてしまいます。ここで一気にガキと龍太郎のファンが増えたように思えます。特に梅なんてお兄ちゃんが好きなだけの、ただ認められたいだけの子供です。今考えても泣けてきます。刀鍛冶の里編、遊郭編が終わると次は刀鍛冶の里のお話に入ります。その前に国志望や道馬、ゆかり深き剣士なんかも登場してきます。そしてなんといっても刀鍛冶の里編では無一郎と三つりの活躍が見どころです。天野の活躍も見れますね。見どころが多くて語りきれませんが、ハンティングとのバトルはやはり盛り上がるでしょう。ハンティングの回想は感動できるものではありませんが、増白天の強さは見ものです。三つりの恋の呼吸も見るのが楽しみです。そして無一郎と玉子のバトル、無一郎の過去もアニメで見るのが非常に楽しみです。無一郎の熱烈なファンの方はこの時のために人生頑張れますね。禰豆子が喋るのも楽しみです。まとめ的なもの、いろいろ思い返してみてもやはり全部アニメで見たいと思えるものです。1期はまだまだ序章に過ぎないので、2期3期と盛り上がりを加速させていくことになるかと思います。アニメの継続は確信しているのですが、アニメの人気が高まるとグッズが手に入れにくい状況になっていきます。そこだけが少し心配ですね。とりあえず公式の発表はまだのようなので、続報を待ちたいと思います。それではまた。